こんにちは、科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回はシンプルで合理的な人生設計について解説していきます。あなたは今自由を感じていますか？そして幸せだと胸を張って言えますか？人が自由で幸せな人生を送るためには人生の土台を合理的に設定する必要があります。誤解のないようにお伝えすると、あくまでもこの動画で皆さんに人生を合理的に生きてくださいと言いたいわけではないです。あくまでも合理的に考えるのは人生の土台設計です。合理的な人生なんていうものはもはや人生ではないです。ただの機械マシンです。人間らしさを持ちつつ合理的な人生の土台を設計することこそ真の幸せや真の自由へと続く道だと考えてください。今回の動画では合理的な人生の土台作りに関する知識を9個のポイントにまとめています。今回の動画を見て参考になった、面白いと思った人はいいねやコメントをお願いします。1個目、コスパとリスパとタイパー。人生の土台を合理的に設計するとき意識すべきポイントはコスパ、リスパ、タイパの3つです。コスパとはコストパフォーマンスのことで、かけたコストに対してどれだけのリターンを期待できるのかを見る指標です。例えば100円のコストに対して110円のリターンよりも120円のリターンの方がコスパが高いです。しかしコスパだけを追い求めていれば幸せになれるわけではないです。その理由がどんな選択にもリスクがつきものだからです。だからこそ何か選択をするときにはコスパに加えてリスパも大切にしてください。ちなみにリスパとは取ったリスクに対するリターンの期待値です。例えば100円のコストに対してコスパだけで考えれば110円のリターンよりも120円のリターンを手にできる方がいい選択です。しかし100円のコストに対する110円のリターンはほぼノーリスクで 99% の期待確率があるとします。それに対して100円のコストに対する120円のリターンはハイリスクで 10% しか期待確率がなかったらどうですか？この場合はコスパは低くても110円のリターンを得る選択の方がいいです。リターンを期待して何か行動をするときにはコスパだけではなくリスパも大切に考えてください。そしてコスパとリスパのバランスをとって合理的な選択ができるようになった後はタイパを意識してください。タイパとはタイムパフォーマンスの略語で、同じ時間で大きなリターンを得ることです。タイパが重視されるようになった背景にはコンテンツが多すぎるという事態があります。その結果2時間の映画を10分程度のファスト動画で完結させようとする人が増えています。動画や音声メディアを 1.5 倍速や2倍速再生で視聴する人が増えています。もしあなたも同じようにファスト動画や倍速再生を利用しているのであれば、人間関係こそ最も大きな時間やコストを要していると認識してください。現代人は必要以上に人のつながりや友人関係の維持のために時間を使っています。言い方を変えると、友人を本当に大切な人だけに絞り込めば大きな時間や大きなリターンを期待できます。コスパ、リスパ、タイパの3つは人生の合理的な土台設計に必要不可欠な意識だと理解してください。2個目、睡眠と散歩で最強になる。睡眠は最も効果の高い成功法則です。人は睡眠中に脳の中の情報を整理します。前日どうしても弾けなかったピアノの難所が眠りにつき翌朝になるとなぜかうまく弾けることがあります。前日は何度も覚えようとしてもうまく記憶できなかった学習内容が翌朝起きるとなぜか記憶できていることがあります。人は睡眠中に脳内整理をしているからです。だからこそ人間が成長する上で睡眠は非常に大切です。さらに睡眠は人間にとって良い効果をいろいろと与えてくれます。言い換えると、睡眠時間が不足すると人間はあちこちに不具合が生じます。
例えば睡眠不足は人間の代謝機能と免疫機能を低下させます。その結果、通常であれば何の問題もないはずのバクテリアが暴れ出して生命を失うことがあります。健全な大学生でも4時間睡眠を5日間続けただけで糖尿病状態になりました。そして睡眠不足は人間の集中力を低下させます。その結果、学習や仕事のパフォーマンスを著しく低下させます。だからこそ幸せな土台構築には睡眠は必要不可欠です。1日8時間程度の睡眠時間を確保してください。1日8時間程度の睡眠時間を確保するために日中に散歩をしてください。良質な睡眠をとるには運動がおすすめです。しかし激しい運動や長時間の運動は継続することが難しいです。そこでおすすめなのが散歩をすることです。1日25分程度歩くだけでいいです。1日25分間散歩をすれば、散歩による運動効果の影響で睡眠の質が向上します。さらに1日25分の散歩を習慣的に行っている人は運動不足の人に比べて約4年間も長生きする研究データがあります。ちなみにたった10分間の散歩でも運動不足の人と比べると約2年間長生きです。日中の散歩と良質な睡眠で幸せな人生土台を構築してください。3個目、限界効用の提言。人間は良いことにも悪いことにもすぐに慣れてしまう生き物です。ビールを飲むとき、一口目のビールの方が5杯目のビールよりも美味しく感じて幸福度は高いです。空腹時の食事の方が満腹時の食事よりも美味しくて幸福度が高いです。人はすでに手にしたものを追加で獲得するよりも枯渇した状態で新しく手にした時の方が幸せを感じます。本能的にないものねだりな生き物です。そして枯渇している時よりも追加時の幸福度の方が低いことを限界効用の提言と言います。ちなみに限界効用の提言はお金に対しても左右します。人は年収が800万円までの間は収入が増えれば増えるほど幸福度が高まります。しかし年収が800万円を超えると、そこから先の昇給に対する幸福度の上昇率は低くなります。要は年収800万円以上の人はそれ以上年収を増やしても大きな幸福は感じられないです。さらに年収ではなく資産額についても限界効用の提言は作用します。資産額が1億円に到達するまでは資産が増えれば増えるほど幸福度は高まります。しかし資産額が1億円を超えた後は資産増加に対する幸福度の上昇率が小さくなります。つまり人間は年収800万円、資産額1億円を超えるとそれ以上はお金で大きな幸せを手にすることが難しくなります。ただしこのデータは違う見方もできます。違う見方とは、年収800万円、資産1億円までは人はお金を手にすれば幸せになれるってことです。だからこそ限界効用の提言があるのであれば、お金持ちにはならなくていいという考え方は間違いです。最も効果的に幸福になる方法はお金持ちになることです。その理由はお金を持つことによる安心感です。人は将来に不安を感じていると幸せになれないです。日本人の幸福度が低い理由は、経済停滞の突破口が見えないことや、少子高齢化によって自分の将来が不安だからです。しかし大きなお金を手にすれば、将来に対する不安は一気に解消できます。お金があなたの将来への不安を解消してくれるツールであることは間違いないです。だからこそお金持ちにならなくていいとは考えないでください。最低でも年収800万円、資産1億円は確保できる人を目指してください。お金以上に幸せを手にする効果的なものはないです。4個目、人生の8つのパターン。お伝えした通り、お金ほど効果的な幸福になるツールはないです。しかしお金だけで幸せになれるかといえば、それはまた別の話です。幸せを手にするためには3つの人生基盤である土台が必要です。その3つとは、前章でお伝えしたお金、要は金融資産、そして人的資本と社会資本の3つです。
人的資本とは仕事やスキルなど自己実現を達成するための資本です。社会資本とは友人などの人とのつながりです。そして人は人生基盤となる3つの資本のうち2つ以上の資本を保有していれば幸せでいられます。例えば3つの資本のうち2つ以上の資本を持っている人生パターンには長寿、マダム、ソロリッチ、リア充の4種類があります。長寿は3つの資本すべてを保有しています。富、人とのつながりを保有しつつさらなる自己実現のための仕事やスキルや健康な体を持っていて誰もが羨む存在です。マダムは金融資本と社会資本を持っています。人的資本は保有していないものの多くの富を持ち共に時間を過ごす友人がいる幸福な状態です。ソロリッチは金融資本と人的資本を持っています。医師や弁護士に多いタイプで交友関係は広くないですが高い年収とさらなる自己実現のための環境を持っている状態です。リア充は人的資本と社会資本を持っていて幸福を感じられる4つの人生パターンで唯一金融資産を保有していないタイプです。金融資産がなくても友人や恋人など素敵な人脈を保有している上自己実現のための環境を持っているため幸福を感じます。以上4つ長寿、マダム、ソロリッチ、リア充が8つの人生パターンのうち幸福を感じることができる人生パターンです。それに対して残りの4つの人生パターンは貧困、ソロ充、プア充、孤独なお金持ちは幸福を感じることができないです。お金があっても親しい友人も自己実現のための環境も持っていなければ自分のお金がいつかなくなるかもしれない不安に駆られます。そして孤独を感じます。どれだけ交友関係が広くてもお金と自己実現の環境がなければ幸せとは言えないです。自己実現の環境だけ持っていてもお金も交友関係もなければチャンスをつかむことが難しく不安に駆られます。まずは人生の土台となる3つ金融資産、社会資本、人的資本を理解して今の自分が何を持っていて何を持っていないのかを理解してください。その上で足りない土台を補うための努力をしてください。3つの土台のうち2つ以上を手にできればあなたは幸福を手にできます。5個目人生の6つの資源人生の3つの土台である金融資産、社会資本、人的資本のどれを持っているのか分析するときには人生の6つのリソースを基準に考えてください。6つのリソースとは1、食料、住居、お金などを意味する収入2、外見、時間、健康などを意味する能力3、収入とやりがいをもたらす仕事を意味する職業4、評価や承認を得られる人間関係を意味する社交5、親密な関係を意味する愛情6、家族との関係である子供の6つです。以上6つのリソースのうちどれが自分にとって大切なのか優先順位をつけてください。そして優先順位の高いものから満たしていく努力をしてください。人が持つお金、体力、時間などの資源は無限にあるものではないです。だからこそ選択と集中が必要です。そして人は6つの資源のうち自分にとって大切なものを失った時に精神的な不調を感じて幸福感が低下します。例えば愛情や家族が自分にとって優先順位が高い人は仕事に没頭してどれだけ高い収入を手にしても人と関わる時間がなければ幸せにはなれないです。逆に仕事で成功することを大切にしたい人はどれだけ友人や家族や恋人と過ごす時間を確保しても幸福にはなれないです。だからこそまずは自分にとって大切なリソースがどれなのか優先順位をつけてください。その上で優先順位の高いものから満たす努力をしてください。その努力の先にこそあなたなりの人間らしい幸福があります。6個目金融資産の成功法則金融資産、人的資本、社会資本の3つのうち金融資産は唯一さほど時間を投じることなく土台を作ることが可能です。その理由はお金を増やすためのルールはシンプルで収入を増やす、支出を減らす、運用利回りを上げるの3つだけだからです。収入を増やすとき残業手当で収入を増やすのであれば今まで以上の時間と体力を要します。
しかし仕事の質を高めて時給の高い仕事をすれば、投じる時間は同じままでも収入を増やすことが可能です。支出を減らすに関しても特に時間を投じる必要はないです。特に毎月の固定費の見直しは最高の節約になります。一度見直しをすればあとは自動的に節約を持続できます。さらに運用利回りを上げるについても、ただ単にお金の管理方法を変えるだけの話のため、特に時間を投じる必要はないです。つまり金融資産を手にしたい人はポイントさえ抑えればさほど時間を使うことなく金融資産を手にすることが可能です。だからこそお金は効果的な幸福のツールであり、お金持ちになることを諦めてはいけないです。7個目、運用利回りを高くする。金融資産を築くための運用利回りを上げるについて少し話を深掘りしていきます。まず運用利回りを上げるために一番効果的な方法は株式や投資信託への投資です。株式や投資信託への投資は長期的に見ればプラスサムゲームといって、参加者全員がプラスで終わることができるゲームです。だからこそ日本政府もNISAなどの制度を作って、国民全員に株式や投資信託を使った資産運用を促しています。もし仮に株式や投資信託への投資がパチンコや競馬のような誰かの負け分を誰かに渡す仕組みのゼロサムゲームであれば、政府はここまで後押しをしていないです。まずはゼロサムゲームとプラスサムゲームの違いを理解して、株式や投資信託への拒絶をなくしてください。株式や投資信託への拒絶がなくなった人は、イデコやNISA口座を作って資産運用を始めてください。運用するファンドを選ぶときは、次の5つの原則を守ってください。1、債券ファンドには投資をしない。2、日本株には投資をしない。3、為替リスクは気にしない。4、手数料の高いファンドを選ばない。5、金融資本は外貨建てで保有する。以上の5つを守ってプラスサムゲームに乗っかれば、銀行に眠らせているお金の運用利回りを上げられます。8個目、人的資本の成功法則。仕事で成功するためには好きなことと得意なことが一致している方がいいです。好きなことと得意なことが一致していれば、楽しく働きながら一定の社会的評価を受けられます。しかし実際には好きなことと得意なことが一致している人はさほど多くはいないです。では好きなことと得意なことが一致していなければどうすればいいのか。その答えは分野をずらすというニッチ戦略を取ることです。例えば計算が得意なため公認会計士の資格を取ったものの、本当はクリエイターになりたかった人がいたとします。この場合どうすればいいのか。答えは会計士の専門性を生かした小説やアニメや漫画に挑戦することです。この発想が分野をずらすという考え方です。好きなことと得意なことが違う場合には、どうすれば得意なことを生かして好きなことができるのかを考えてください。分野をずらすをうまく使えば、好きなことの分野で特別な存在になれます。ちなみにもし好きなことが何なのか自分でもよくわからない人は、まずは得意なことに集中すればいいです。とにかく行動はやめないでください。9個目、社会資本の成功法則。人には同類性という強固な本性があります。同類性によって人はごく自然に似た者同士が集まり、似ていないものは集団から排除されます。自分の親しい友人5人の平均が自分であるという考えはオカルトではなく事実です。だからこそ社会資本で成功を手にしたいのであれば、同類性を意識して集団に属する、もしくは集団を形成する必要があります。自分の追い求める理想の未来とかけ離れた組織に属してしまえば、あなたは一生理想の未来を実現することはできないです。逆に理想の未来に近い存在が集まる集団に属すことができれば、あなたは自然と理想の未来を実現できます。人間の時間は無限ではないです。だからこそ友人の中でも優劣をつける必要があります。特に一緒に時間を過ごしたい人に多くの時間を割き、縁を切るつもりはないけど、一緒にいる時間が短くても構わない友人との連絡は抑えてください。
人は親しくなればなるほど、その関係を維持するために必要な時間が長くなります。自分の理想の未来とかけ離れた存在の友人と親しい関係になってしまうと、その関係維持のために多くの時間を費やすことになると考えてください。人間関係の優先順位付け、人間関係の断捨離は冷たくドライに感じるかもしれませんが、幸せを手にするためには必要です。解説は以上です。今回の動画でお伝えしたかったことは、成功するためには人生の土台をあなたのパーソナリティに合わせて合理的に設計してくださいってことです。コストパフォーマンス、リスクパフォーマンスのバランスを考えて、自分の資本を何に投じるべきなのか考えてください。タイムパフォーマンスを考えて、可能な限り自分の幸福にとって大切なことに時間を割いてください。あくまでもここで言うタイムパフォーマンスは、ロボットのように感情をなくして時間効率を優先するわけではないです。人間らしく自分の感情や自分の思いを大切にして、自分の幸福のために時間を有効活用する意識が大切です。そうすればあなたは確実に幸せに近づくことができます。今回の動画が役に立った、面白いと思った人は、いいねやコメントをお願いします。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。